カベルママ F は、ロシアモスクワ出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。FC ロストフ所属。元ロシア代表。FC トルペドモスクワのアカデミー出身。2007年7月、PFC チェスカモスクワへ加入。同月29日の FC ヒムき戦でクスカの一員としてデビューした。加入当初から、背番号は11をつけていたが、 当時、13をつけていたマルク・ゴンサレスがもともと、11を好んでつけるため、慣れ親しんだ、11を M ・ゴンサレスに譲り、2011から12シーズンからは、以前ミロシクラシッチがつけていた、17をつけることになった。2013年7月、FC クラスのダールへのレンタル移籍が決定。同年12月、クラスのダールが買取オプションを行使して、 完全遺跡で獲得することを発表した。契約期間は3年。2018年10月8日、ママエフと友人のアレクサンドル・ココリン、ココリンの弟や友人ら5人が、モスクワ市内の路上で騒いでいたところを注意したテレビ局のドライバーに暴行を加え、さらにその後もカフェでママエフラの騒ぎを注意したロシア、産業貿易省の職員にも暴行を加えたことで、逮捕されたと報じられた。 その暴行の場面は防犯カメラによって撮影されており、芝叩く間に映像が出回ったことで非難を浴び、ママ F らは泥水状態にあったとも報じられる。ママ F とココリンは2019年2月まで交流された後、ママ F は禁庫17ヶ月、ココリンは禁庫18ヶ月の有罪判決を受け、2019年5月には収監されたと報じられている。 同年9月6日に仮釈放されるも、所属していたクラスのダールから解雇された。2019年9月28日、FC ロストフへ2年契約で移籍した。ロシア代表としては U-21 代表を経て、フースヒディンク体制では何回か招集されたが、出場機会はなかった。2010年11月17日のベルギー戦で A 代表デビューを飾った。ありがとうございます。